はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もね、対戦やっていくんですけど、本日はラグラージュの方をね、使っていこうかなと思います。まあ、ラグラージュというポケモンね、もともとアクビ、ステルスロック、クイックターンができるということで、まあ、非常に強力な起点作成ポケモンだったんですけど、まあいい技をね、習得しましたよ。見てもらいたいなと思います。技が畑落とすですね。まあ、この技がね、やっぱシングル対戦においては非常に強いと言われてるんですけど、まあサポートポケモンが畑落とすを打つことで、まあ相手のエースのアイテムを落としたりとかで、まあこっちのエースのね、サポートにもつながるので、まあラグラージュの畑はね、まあかなり強化されてる部類なんじゃないかなと思います。対戦相手のイカーさん、よろしくお願いいたします。で、まあ今回はね、ラグラージュで起点作成して、まあカイルで龍舞するっていうね、まあシンプルな積み構築を用意してきたんですけど、まあただ残念ながら、まあエアームトというね、カイルの天敵がいるので、まあこれはね、まあオーガポン、ラグラージュ、羽ばたく神とかで、まあ瞑想神をエースに、していこうかなと思います。対戦相手の方はよろしくお願いいたします。まあラグラージュはね、カバルドンと違って、まあクイックターンの対面操作ができるっていうのが、まあ主な違いなんですけど、まあラグラージュはね、まあ一つ気になる点としては、オーガポンの草技が4倍っていうのがね、ちょっと気になりますね。はい、オーロンゲから来た。まあオーロンゲはどうなんだろうか、挑発持ってるのかなっていう感じはするんですけど、まあデンジャーかどうかっていうのをチェックしたいので、これパワーウィップとかある？そう、ラグラージュは草技が4倍なんで、まあ常に草技に怯えなきゃいけないっていう話はありますね。まあラグラージュ引きますか。まあ一応デンジャー警戒で引きます。まあぶっちゃけ引かなくてもいいかなとは思ってるんですけど、まあ念には念をで一回引きます。デンジャーが嫌なんで。あー、オッケーオッケー、危な。で、デンジャー持ってるやつは、まあ挑発持ってないことが多いっていう俺ルールがあるんで、まあとりあえず、まあ畑捨てろでいいかな。うん、相手がね、一応挑発持ってることも考えて。でもそのラグラージって、その偉いのが挑発で止まらないところなんですよね。まあこれどういうことかというと、ラグラージって、畑だったりクイタンがあるんで、上から挑発に対してクイタンからエースをつなぐみたいな動きが強いですね。で、しかも早速、畑落とすがね、光の粘土をね、落とすっていうね、強み出てますね。まあ、ラグラージュはね、普通に強いんじゃない？まあ、前作も、まあ、最後の方はラグラージュの方が上だったんじゃないかな、カバルドンより。そんな気がしますね。うん。まあ、カバルドンと違って、炎技が当倍なのは偉いかな。うん。まあ、ただ前作は偉かったけど、今作はオーガポンが炎技なんで、そこはあんまり関係ないか。まあ、とりあえずあくびしていきましょう。はい、相手デンジャーレンダー、まあ、これやることないんだよね。うん。基本的にオーロンゲって、両壁、攻撃技がまあイカ様かソウルクラッシュで、デンジャーか挑発っていうところなんで、まあね、技がね、意外とないんだよね。まあここは、まあ両壁張られちゃってるんだけど、まあとりあえずあくびでいいかな。はいはいはい、まあ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 。これね、下からしっかりとあくび打てるんでね。まあ今回相手先制技になる、捨てゼリフ打ってるんですけど、まあラグラージね、まあ前作で育成した S0 個体をね、一応持ってきた。ただまあ S0 がいいかどうかは環境で判断するべきなんで、まあどっちがいいかわかんないですね、まだ。はい、ウーラオスが来ましたよと。これもう完全に荒らせてるね。で、ここは、どうしよっかな。一応ね、まあクイックターンとか打ってもいいんだよな。まあクイターン打ちますか。相手眠らせてくる可能性もあるんで、まあクイックターン。はい、暗黒強打、オッケーオッケーオッケー。まあこれがね、ありがたいですね。で、ラグラージュクイックターンでしっかりと帰っていくことができて、で、眠りターンを最大限活かすことができるっていうのが、まあ、強いポイントかなと思ってます。で、ここはね、もうぶっちゃけ、羽ばかみ展開しちゃおうかな。うん。羽ばたく神展開して、これラムの実じゃないよね。ラムの実だったら畑落とすっていうのが正解だったんだけど、まあ、そういう畑落とすの使い方もあるといえばあるが、まあ、ウーラオスのラムの実はあんまり警戒したくない。ですよね。はい。で、光の壁のターンがなくなるので、ここで身代わりします。で、まあ一撃ウーラオスに関しては、そもそもここのムーンフォースが4倍弱点なんで、まあ相手からすると、まあテラスを強引に切ったり、まあ後ろに引くというね、行動が予想できるので、まあここの身代わりが、完全に安定卓になってるかなと。いうところで、まあここで、オーロンゲが来てしまったと。で、まあオーロンゲに関しては、まあムーンフォースでいいかな。これね、光の壁を張られてしまうんですけど、何なんだろうね、あと1個の技。なんか、デンジャー連打してきたのがちょっと気になるんですけど、まあ、光の壁、リフレクター、デンジャー、あと1個で、もしかするとね、不意打ちなのかなみたいな、まあ、懸念点があるけど、あ、違う、捨てゼリフ見たわ、危ねえ。バンビ、待って、捨てゼリフ見たよな。え？瞑想でいいじゃん。バンビーチャンネルあるある、相手の技を4つ見たのに、まだ5つ目をケアしてしまう。など、相手がテラスタルを切ったのに、まだラス1体のテラスタルを警戒してしまうだの、
まあいろんなねミスがあるんですけど、本当にね今回気づけてよかったなと我ながら思っております。はい、まあ大剣気これ、翡翠大剣気だよね。まあ翡翠大剣気だと思ってるんだけど、どうなんだこれ、翡翠大剣気じゃないのか。まあ壁を張られてしまってるのでちょっと厄介ですけど、まあこれ一個分かったのが、羽ばたく神のエナジーがいらないんですよね。水枠だから翡翠大剣気だよね。なんかこれも結局相手ティラス切らないといけないから、まあ羽ばたく神が相当きつそうですね、ステロからので。相手ウーラオス一撃、まあスカーフだった場合はねエナジーの素早さ上昇が必要なんですけど、まあ一旦スカーフじゃない、という風に読む場合は、そもそもこれムーフォムーフォで落とせない。まあただ一旦もう一貫はしたよね。勝った、え直帰か、はあ直帰となってくると、まあまた話は変わってくるか。あーこれ難しいな。まあリフレクターは枯れてるけど、まあラグラージに引いてもね2体しないからね、どうしようかな。まあ身代わり身代わり張る必要があるかない、まあラグラージも切っちゃうか。まあオーガポンに全てをかけてもいいかな、これは。うん、翡翠大剣気の直帰かつ水テラスは、あ不意打ちラッキー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 、なんかありがたいな。これラッキーですね。もう一回あくびループに入れることができるので、まああくび打って回していきますか。多分ラグラージね HB 振ってるけど2体はね無理だよ、アクアカッターは。でここで巻き菱巻いてくるのかな。まあただラグラージを削り優先する場合は、はいアクアカッター打ってきた、まあ直帰なんでオーガポンで倒すしかないんですけど、強すぎるね。まあ、火力はやっぱ出してきますね。まあ、あくび打って、なんかラグラージもう一回展開できたんで、これラッキーだな。で、まあ、あくび。いや、悩ましいな、これ。まあ、クイタン打ってもいいんだよな。ウーラオス引きが濃厚なんで。まあ、クイタン打っちゃうかな。で、オーロンゲが来ても、多分、ステロ、クイタンのダメージ、電光石火で、圏内に入ると思ってるので、やっぱラグラージのクイックターンってマジ強いな。だからカバルドンって強いんですけど、僕が最終日、毎回捨てる理由としては、最速置きで負ける試合が結構多いんですよね。だからラグラージのクイターンって、やっぱそこをケアできることが多い。というのが偉いポイントかなと。で、捨てろ、クイターン、石化で壁を張らせないで済む。ああ、いいね、ラグラージ。激流クイタンが生きてるかな。ただこれはまあ神から入るでいいか。神から入ってで多分来るのが翡翠大剣気でしょ。うん、だからそこでラグラージ捨てて、まあステロも踏ませたりして、まあ最終的になんか神が一貫したらいいかなみたいな。まあラグラージ捨てましょう。いやいいですね、だいぶラグラージ使いやすいな。そう、いやこの動画がね、いつ上がってるかわかんない。まあ、動画撮ってるのは18日なんですけど、まあ、今月もね、ランクマッチするために、もう、ため撮りのマシンになろうとね、たくさん対戦してるんですけど、いや、23日の実況者フェスっていうね、対戦があるんですよ。で、その時に、何のパーティー使うか悩んでるんですよね。なんか、まあ、正直多分ガチガチな感じではないと、俺は、思ってるんで、まあ、ガチガチな感じじゃないのであれば、まあ、キングドラー使いたいんだよね、アメパを。アメパ使いたいなーって思ってたりするけど、まあ、結構ガチで行くなら、まあ、シンポケは入れたいんで、ラグラージ入れたいですね。まあ、多分この動画は、23日より、前にあげるか、この話してるし。この話してるし、まあ、実況フェスのね、宣伝をしておきたいっていうのはあるんで、まあ、とりあえずウッドホンで。まあ、前に話すとして、不意打ち、はい。まあ、これはもう、耐えてくれるし、なんならウッドホンで、まあ、ほぼ全開するから、まあ、炎テラスツタコン打って、で、勝ちかなと思います。いや綺麗だったな。なんかラグラージとかカバルドンってやっぱポケモンうまく見えますよね。うまく見えませんか。まあ結構うまいんですけどね、もともと。はい、で最後に来たのがウーラオス。やっぱなんかあんまりイキリ発言みたいの言わないんちょっと恥ずかしいですね。うん、まあ、ちなみに多分一撃ウーラオスに抜かれてるんですけど、眠りターン消費してないよね。だから炎テラスタコンって、まあ、耐えられたら電光石火打って、なんか奇跡的に負けたとしても、羽ばたく神が不意打ち耐えるけど、黒いメガネ不意打ちは多分耐えないので、身代わり宅に勝ってっていうのを、もう全部ケアできてます。どんなになんか奇跡が起きたとしても、不意打ち宅には持っていけるかなと思います。まあ、寝てるんですけどね。でも落ちるよな、さすがに。
そもそも暗黒強打耐えるか、なんか HAB 岩石石化みたいなの使ってるから。せいー、オッケー。ということで、まあいい感じにね、ラグラージから展開して、まあ神オーガポンでね荒らすことができたんじゃないかなと思います。まあ最初デンジャーに対して引いたのがね結構良かったかな。うん、ということで2戦目の方へどうぞ。はい、対戦相手の方が見つかりました。ゆうはさん、よろしくお願いいたします。相手の構築にバシャーモと鉄の頭って新ポケモンがいるんですけど、これはねラグラージが結構強めなんじゃないかな。まあラグ初手でもいい。もうというのも相手のポケモンの6体に初手安定して対面勝てるやつがいないんだよね。まあウーラオス投げると、まあ水ロトムがちょっと厄介で、で水ロトムに強めな、まあオーガポンあたり投げるとバシャーモが厄介で、でバシャーモもね結構初手に来やすいポケモンだと思ってるんで、一応タスキだったらね、まあ、そう考えると、まあラグラージから入って、いや、海竜と神みたいな、二積みエース?ラグ神海竜みたいな、その、ステロをあくびして、まあ、神と海竜で起点、どっちもエースで戦っていくっていうのが、まあ、結構強そうなんで、まあ、これで行ってみますか。ゆうはさん、よろしくお願いいたします。まあ、ラグラージプラスね、海竜プラスメガルカリオっていうのがね、6世代の構築の時にあったんですけど、まあ、ちょっとそれに近めな、積みリレーをね、していこうかなと思います。まあ、初手はね、どうなんだろう、相手でもラグラージに安定するのがトリックロトムなんだよね。で、トリックロトム考えると、まあ、クイックターンから入るのが安定だったりするんだけど、でもステルスロックは絶対巻きたいので、ロトム以外からお願いします。ガブリアス。うん。まあ、ハチ巻きだった場合攻撃2体しないんですけど、浮いてるポケモンとフェアリータイプがいるんで、まあ、ここは、まあ、ステロからでいいかな。ステロアクビ。あ、相手もステロか。はい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 。まあ、そうなると、海竜のマルチスケールが腐ってしまったので、まあ、寝てるポケモンができたときは、海竜で、竜舞していきたいですね。まあ、ここはアクビで。まあ、ガブリアス、ステロとか見たんで、なんか変な技を警戒する必要はないかなと思ってます。はい、アクビして。で、もう、ぶっちゃけクイックターンしてもいいんだよな。相手、アクビ、まあ、ループから抜け出すのがちょっと難しそうなんで、難しそうというか抜け出せないんで、ここ食いターンしちゃおう。あ、そうだよね。激にオッケーオッケーオッケー。いや、これ、ありがたいな。で、食いターンで、で、神を瞑想させて、まあ、身代わりを残しに行くか、まあ、竜舞するかっていう話なんですけど、まあ、海竜だな。ちょっとね、マルチスケールがなくなってる海竜は、もう仕方ないですね。ここで、竜の舞あたりしておかないと、眠る。これ、ラムの実じゃないと思う。ラムの実なら、はたきが正解。あ、まあそうだよね。で、竜舞します。で、どうなんだろうな。幅神を即引きっていう場合は、まあエナジー神なんで、鉄の頭、はい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 。これは、いいと思ってる。エナジー頭だったりする？あ、エナジーじゃない？ってことは、まあここで何かしら行動を起こしてくるでしょ？頭だったら、プラス1自身耐えるのかな？まあ耐えてきそうだけど、相手の攻撃耐えそうみたいな話もあるんだよな。鋼テラスするのも、結構強め。ただその場合、裏がバシャーモとかだとめんどくさいことになるから、まあ、筋芯かな、ちょっと弱いけど、弱点保険とかでもなければ、オッケー落としていく、でかいね。ナイスナイスナイス。まあ、頭もね、多分 CS ぶっぱとかだと意外と耐久がないからね。うん。ただま、S を確保したいみたいな種族してるんで、ガブリアス、まあ、これはもうなんかラグラージで、いや、ラグラージの食いたんって、その相手が眠らせてくるって分かるときあるじゃん。でもその場合ってさ、相手起点回避になる技打つ。例えばカバルドンだったらボルトチェンジとかさ、水ロトム眠らせてくるとき打つんだけど、ラグラージはクイックターンで、その眠りターンを、これだって相手消費してないもんね。もう一回竜舞でいいんだよね。っていうように、まあ、このラグラージって、その最速攻撃を考慮しないで積むことができるっていうのが、やっぱカバルドンとの最大の違いかなと思います。ということで対戦相手の方ありがとうございました。まあ、ラグラージね、相手の攻撃はね、1、2回耐えてくれる耐久あるし、まあ、今回お盆じゃなくて食べ残し使ってたけど、まあ、お盆の方が安定しますね。うん。ただ、あくび連打するときは食べ残しが強いよっていうところで、まあ、おすすめはお盆のみということで、今回はここで終わろうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。